そして再びジョイント系。デッドスローでもハイピッチな動きが可能な XJF だ。XJF ですね。ハイピッチクランク。これ水が停滞してて何ですかね、魚のチェイスがあんまり良かない時にいいですよね。デッドスローに引いてもこうシナ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 ってハイピッチで魚を誘ってくれるんで、フラッシングとバイブレーションの波動ですね。よしった。よっしゃ取った。XJF の。ちょぼちょぼずりでしたね。いけ、やった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 やけやったちょぼちょぼずり来たやったこれはいいでしょう、間違いなく。まあ典型的な抜き野郎って感じだけど、基本的にはこの XJF もそうなんですけど、ハイピッチ系のルアーですね、まあ、デッドスローに引いてもちゃんとボブルが発生するやつじゃないとなんかスイッチが入らないですかね。GG ダックスもハイピッチですし、あと G クランクもそうですしね、特に XJF はそうなんで、ビッグマウスって感じね、ノイケのビッグマウス。